そう、一番好きなビラボーの言葉で Only surfers know the feeling ってね、もうサーファーしか知らないその世界を、世界中回って体感できたことが僕にとっては最高だったし、その言葉が自分がサーファーとして最も大切にしてきたことなので、水の綺麗さとか砂浜の綺麗さとか本当に素晴らしいなって、いつも感じてます。であと波に関してもやっぱり伊豆は半島なので、西のうねり、南のうねり、東のうねり、全てのうねりをキャッチできる、コンスタントにいつもサーフィンできる、そんな環境でここでサーフィンできることが一番素晴らしいと。北は真ん中にこう岩があって右と左で分かれるんですけど、左側はメインポイントって言うんですけど、こちらはもう中上級者の人が多いと思うと、そして右側は初心者の人が多いっていうか、それぞれが楽しめる感じですね。自分がサーフィン始めたのは中学生の時 で兄2人がサーフィンやってたんで、その影響を最初受けて、大会にたくさん出るようになって、まずは全日本のボーイズで4番かな、自分がなって、で今度高校になって、ジュニアのクラスで自分が2番になって、で高校3年の時に優勝して、そう、その後はね、当然その世界選手権の日本代表に2回選ばれて、もう2回選ばれたら次何って自分の中で問いかけると、やはりプロしかないなって思ってプロになりました。ちょうどプロになってすぐにもうミラボンがスポンサーになってくれて、でオーストラリア行ってビラボンの本社に遊びに行ったりとか、本当にね、ビラボンチームってその当時オッキーがもう一番筆頭で頑張ってたので、ものすごいそのオーストラリアの盛り上がり、ビラボンの盛り上がりがすごかったです。もうそれを見て帰ってくる、下に帰ってくるたびにもう自分もすごい自信になってたし、そうサーフィンレベルでもチームとしてもすごい影響を受けてました。